こんにちは。お気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回は、長い4メーター40センチの小袋帯を使って、花いかだ結んでみようと思います。前回も花いかだアップしてるんですけども、その時は4メーターの帯で結んでます。4メーターの帯と4メーター40センチ、40センチ違うだけで、帯結びがどんな風に変わるのかなって思いながら、ぜひ見られてくださいね。4メーター40、長い帯を使うことで何がいいのって言われるときね、結構あります。短いものは長く使えませんよ。長いものは工夫次第で短く使うこともできます。今日の花いかだは4メーター40センチの長さを最大限に生かして、お尻のちょっと大きさが気になるとき、長さでカバーしたいわって思われるときないですか？そんなときにぴったりの結び方です。では、使うものご説明していきますね。帯板はいつも通り、後ろまで続いている前結び用の帯板です。そして、手の代わりをしてくれるクリップは、今日は一つ使っていきます。いつも通り中心に留めておきましょう。そして4メーター40センチの小袋帯です。今日は組織りっていうね、織り方の帯を使っていきます。長いことでお尻をカバーしてくれるのは先ほどお伝えしましたけども、今からね、ちょっと暖かくなってそぞろ歩きをするとき、長い帯を使って羽が長いことで、背中でね、リズミカルに動いてくれて、すごくね、愛らしい風情ね、作ることができます。帯の質や長さ、柔らかいもの、しっかりしたもの、その帯のね、性質に合わせて、長さを決めたり、結び方を変えたりするとね、本当に着物をお召しになることが、すごく楽しくなります。そんなとこもね、ちょっと自分のお持ちのもの、想像しながらご覧くださいね。そして今日私が着ております着物は、胸元に刺繍がちょっとあって、見えませんけども足元にもね、刺繍があるちょっと付け下げ調の着物になってます。こういうものは、ああなんか冷装だから、清掃だから、ちょっとタンスの中で置いておくことが長くなってないですか？お着物の柄にもよりますけども、こういう着物の時は、ちょっと金糸が入ったこのような組織りの半幅を合わせて、ちょっと街歩き、お友達とランチに行く時、そのような時もね、ぜひタンスから出してお召しくださいね。最後に使いますのはこのような帯留めです。今日は少しフォーマルな感じの着物ですので、パールの帯留めをね、入れてみようと思います。最後の仕上げで、このパールの帯留めがどんな感じになったかなって、ぜひね、ご覧ください。では、結んでいきますね。手先の長さをまず測っていきます。初めて見てくださった方は、一度だけで大丈夫です。メジャーを使って手先の長さ、55センチを測ってみてください。55センチのとこを左手でこのようにつまみます。一旦こうやって55センチで測ってしまうと、帯の結び方が変わっても、帯が変わっても、お気楽屋の着方教室の動画見てくださるとき、はい、基本の55センチ測ってくださいって言ったら、自分の体のどこに55センチかなって思い出しながら測れるわけです。毎回ね、メジャーで手先何センチって測るの大変ですよね。55センチを基本にして足したり引いたりするとすごく便利です。右腕をしっかり伸ばして、先ほどの55センチの位置確認をして取りました。前に持ってきたら右手も離して一緒に押さえます。ここから今日の花いかだ、長い帯を使いますので、少しね、後ろのリボンも長くしていこうと思います。しとって、ふたてと足していきました。
足したとこを真ん中のクリップで止めます。右側に手先が来てますので折り上げて右の肩に担ぎます。右手でお腹を軽く押さえます。左手はお袖を扱って帯の上を持ちます。左手で帯を背中心まで持っていきます。ちょっと後ろ向きますね。このような感じで背中まで持っていきましょう。右手で帯を迎えに行って帯の上をもらったら、もう自分は回って正面を向くことだけ考えてくださいね。ここで帯を回そうとすると、すごく足元にね、絡みついたりして、下のとこでね、つまずいたりします。帯を回すんではなくって、自分がその場で回るっていう意識をね、してください。1回目の引き締めです。左手はそのまま帯の上。右手は折り上げた手先の外側を持ちます。じわーって引き締めです。この方法は、最近、握力がなくなったから帯締めにくいわって言われる方、力がないから帯がね、ゆるゆるになるって言われる方、ぜひこの方法やってみてください。軽い力で大丈夫ですよ。じわーって締めます。右手また押さえておきます。左手を袖扱って帯の上。先ほどと同様です。左手背中、右手が迎えに行く、自分が回って正面にです。2回目の引き締めです。左手で帯を扱ったら、右手は帯の下、手にかぶせます。左手は帯の下をずーっと触って背中まで。ここでね、何枚あるかなってちょっと指で数えてみてください。帯は体に2周巻きますから、ここね、後ろで2枚あるはずです。内側の1枚だけをつまみましょう。右手を脇に開いたらじわーってここも引き締めです。これも力がなくってもこの方法、簡単に引き締めができる方法、ぜひやってくださいね。左手離したら右脇まで帯を迎えに行って沿わせていきましょう。帯に沿わせるだけです。右手で手先を下ろしたら一番最初のクリップが出てきます。右手で取って。半幅帯の時、小袋帯の時は、どのような結び方でも、右脇下、帯板と帯、全部止めてください。このクリップが手の代わりをして、ちゃんと止めてくれますので、両手を使うことができます。前にぶら下がっているのは手先になります。下から頂戴して、頂戴っていうのは4本の指が下、親指添えるです。左胸の前まで移動したら、右手が上、左手が下。ひっくり返します。一番上、ちょっと絡んでますから、全部きれいに広げましょう。両手が20センチ先に出ていったら、左手から上に重ねて半分折りです。内側に耳が来てるはずですよ。右手で耳を揃えながら、キワキワまで上がってきたら、どうしてもね、折り切れないとこが上にね、出てくるんです。ここを左手の親指で、帯板と帯の間に戻してあげましょう。これで手先の処理は出来上がりです。右側にあるのは垂れになります。右脇で右手、帯の上を持ちましょう。そのまま体の正面まで来たら、開きます。その下を左手で掴んだら、左手が上に上がってきますよ。右手下ろさないですよ。下で持った左手、上に上げてきて半分折り。内側ね、ちょっと見てくださると、斜めの線ができてます。その線を利用して、もう一回上に折り上げましょう。右脇にたるみがなく、帯の折り上げた頂点が、帯の上側になってるはずです。今日の花いかだは、おぶんこのアレンジになります。おぶんこはね、上の方でリボン作った方が可愛いですよね。そのためには、今日やった1回、2回折り上げる。ぜひやってくださいよ。手先を上に重ねます。結ぶだけです。もうここからは、
これが帯だって思うのはね、頭から外しましょう。リボンだよって思ってください。手先を全部引き抜きましょう。この時も一旦全部引き抜いてから締める方が簡単です。左手側にあるのがタレになります。タレの方でお羽を作っていきましょう。右側に羽を作っていきますよ。ここで柔らかい帯の方はもうクチュクチュクチュってこう握ってくださったらリボンの形ができます。今日の私の組織りの帯は柔らかいように見えても折ってちゃんとありますので形がねすごく綺麗に出る帯なんです。そのような帯の時にはリボン作る時にきっちりと折り上げてあげる方が綺麗です。真ん中に山、端と端を折り上げてひだを取りました。ピーンって引っ張るとここで布目がきっちりと通ってピーンってね、こんな風に立つぐらい張りがあるんですね。こういう帯は後で形もすごく綺麗にできますよ。上から重ねてリボン結びですよ。スニーカーの紐とかプレゼントの箱にかけるリボン結びと一緒、上から重ねてここでリボン結びを作りました。今日は4m40、 羽をちょっと長く大きくしています。そしたら左側に長くタレが残ってます。タレの先っちょ下から結び目の一番奥に下から通して引き上げてきました。どれぐらい引き上げるのって言ったら、通常ですとここ一手半ってお伝えするんです。今日は4m40ですから、私ちょっとね後ろ大きく作りますので蓋て出しました。出したとこちょっとね下が見えやすくくるくるくるって折って胸元に置きます。下のこのリボンの足を比べてみますよ。右側にはもう足がね切れた状態であります。左側は輪っかになってます。右の足と長さを揃えたら余りの部分下にぐーっと沿わせてきて右手で持っておきます。左手は左脇、親指を帯と帯の間に入れてください。そのまま体の正面に左手の親指が移動してきます。内側を触るとさっき帯と帯の間だったのに正面に来ると内側は帯板に変わってるはずです。今親指がある位置に右手で持ってる帯の余りを入れてください。入れるとこ間違わないように今の方法ぜひやってくださいね。余りを入れたら必ずね帯ちょっと下に下がるんです。帯の上側を2センチほど折ったら軽く叩いて帯を沿わせてください。羽の長さ同じぐらいになったかなって目で確認。お羽の形を作っていきましょう。針のある帯さっきはピンとしてましたけども、ここで下に向けて形を作ります。くるくるくるっと折り上げたとこ、ここで下ろしていきましょう。形はねここで鏡を見ながら思う存分作ってください。今日はねちょっと私このような付け下げ蝶の着物ですから大きめに作りましたよ。以前の花いかだ4メーターの帯とどうかなってね、どうかあの動画を見比べてみてください。はんなりした雰囲気が出てるのじゃないかと思います。では右脇のクリップ必ず取ってください。これがあるとね回りませんよ。右のお袖を上げたら左脇、帯板は持ちません。帯だけです。試しにね皆さんこのままちょっと回そうとしてみてください。回らないんです。ここでポイントは左脇で帯を必ず少し持ち上げます。そうして回すということです。持ち上げることですごく回りやすくなります。空気がね入って軽い力でね回りますよ。
後ろに行ったかどうかは、ちょっと手で金目が背中に行ってるかなって確認をしてください。そうして最初にお見せした帯留め入れていこうと思います。リボンの下に当てたら前で結んでいきましょう。三部紐はちゃんと平の帯締めの結び方で結んでくださいね。ここグー結びとかで結ぶとね、平は絶対に緩んできます。細くっても同じように結んでください。回す方向はいつもと同じ方向に、帯留め飾りを真ん中に出していきましょう。指でしごいてたるみも取っていきます。ここで仕上げです。お教室でもね、そうです、みんなね、おはしょりを下に引っ張りたくなるんですね。ここ絶対引っ張らないでください。4本の指を両方とも帯板の中に入れます。親指で帯の下、指は下に長く使って、横におはしょりの空気を抜いていきましょう。下に引っ張ると、絶対にお首の線はずれてきます。このね、なんでずれるかっていうのはね、またお話ししようと思います。ブログにもね、書いてみようと思いますけども、必ず下に引っ張るとずれる。引っ張らない、引っ張らないって頭の中でね、思ってください。これで4メーター40センチの帯で結んだ花いかだ、出来上がりです。帯がね、ちょっと長いことで、風情がね、違ってきてます。帯の長さや帯の柔らかさ、硬さ、そんなとこをね、自分で考えながら、いろんな帯結び、ぜひ楽しまれてくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。